そういう意味でセルフアズウィって、共同研究をして僕にとっては、こう、なんですかね、新しい、こう、世界を見る眼鏡というか、なんかそういうものになったなと思ったりしています。ちょっと一個だけ具体例を挙げると、セルフアズウィー的なサッカーチームって何だろうって思ったんですよ。何だと思いますか？ちょっと実はですね、この間たまたま、ちょっと嬉しかったから喋っちゃうんですけど、お願いします。元ベルディの北澤選手とお話ししたんですよ。で、ベルディってめっちゃセルフアズイっすよねとか、わけのわかんないこと言ったんですけど、いや、ちょっと直接は言わなかったんですけど、意味的に。意味的に。何かっていうと、ベルディは個々人、私は自分のこうやりたいことをやるんですけれども、実はあのチーム、何がインケイパブルかお互いよく分かってるんですよ。ドリブルしかこの人はしないだろう、じゃあフォロー、後ろを必ずついた方がいいよねみたいなことが、すごい彼らの中でのインケイパビリティに対するこう認知、自分が1人でプレーできないっていうことをすごい分かってらっしゃって、北田選手は逆にそれを全部拾いまくったって言っていて そういう意味で、なんか僕らがこう生きていく上で、1人じゃなくて社会的な存在でもあるし、なんかこうそういうことを考える上での新しい、まあ、ある種の OS かなと僕は思います。北田さんもおっしゃってたんですけど、結局相手を知る前に味方を知ろうよっていうとこから始まるんですよね。なので、お互いにとって一緒に我々であるためには、結局そのインケンパビリティに対する、まあ、そのある種の身体的な認知をお互い分かっていれば、パッとすぐフォローができるっていうことも含めて、なんか非常にそのチーム、我々としていいんじゃないかなという。